今だ。早く。万兵だ。屋根に登るしかない。ほら。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め、命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を上げ。さあ、撃ってこい。よし、ジン、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。
攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よし、よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせる。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。焦ってはならん。撃たれる刹那に受け流せ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。うまくいけたな。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。Thank you.
見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。たちも取り返した。ちょっと、万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう。似合ってる。名をつけねばな。世を守る闇。城の中だね。